母発動機ロボティクス事業部で連想設計をしている新井正隆です。電気を使って動くもののほとんどが電子基板というのが載っているんですけども、我々の商材としているマウンターっていうのが電子基板に電子部品を並べるためのピックアンドプレイス、拾って物を置くという装置になります。私自身子供の頃からオートバイが好き、オートバイに関われるといった仕事に来てればなと思ってヤマハ発動機を選びました。当社は昔からオートバイに始まり、人を運ぶ、物を運ぶ、そういったものが中心にある会社ですけども、このマウンターも物を運ぶ、人を運ぶ、情報を運ぶようなあらゆるものの基礎になる電子回路を作る装置だと。ワイヤーベーム20は万能でかつ世界トップクラス高速であると。1秒間に最大で32個、1時間に11万5千個のチップを実装することができる。小さい部品が 0.2mm×0.1mm、 大型部品、異形部品、対応部品寸法が広範囲にほとんどのシチュエーションに対応でき、かつぶっちぎりの速さを示すと。マウンターは高い負荷で動く精密機器ですので、一番大きな機械的負荷がかかっているのがヘッド部分。スペースシャトルの離陸時の加速度よりも高い加速、全力で加速して止まるときは正しくフルブレーキで止まれる。このヘッドの搭載精度が25ミクロンの範囲に収まる。髪の毛1本の隙間も許さない、精密な実装が可能になる。社内にメカを開発する人たち、基板を開発する人たち、制御プログラムを開発する人たちというふうにチームが分かれていまして、それぞれを相互に接続するためのハーネスと我々呼んでますけども、電線の設計、特にヘッド部分では勘どころになる部分、そこのアイデアの元っていうのはもうほとんどオートバイこれまでいじってきた中で生まれてると。エンジニアリングの本質は観察だと思ってます。とにかく対象を見ること、真面目な顔して真面目な話してる時にろくなもんできない。仕事にしろ遊びにしろどっちも全力でやってると思考がどっかでつながる場所がある。新しい切り口、入り口が見えてくる。オートバイの電線とかとても信じられないぐらい明快にシンプルに作ってある。でなおかつ水に耐えて、熱に耐えて、振動に耐えて、大きなトラブルなく動いてくれる。バイクでこんなん当たり前にやってるのになんでこっちの業界やってないの。つなぐだけでも動くには動きますけど、作りやすくする。作りやすいものっていうのは品質がものすごく安定します。製造部門が作りやすいようにしておかなければ、でそれは回り回ってやはり装置の能力を下げてしまうことになる。電線というのはもうやっぱり大きな機械的負荷がかかっている。でそれでも絶対に壊れてはいけない。オートバイだったらお客さんの命預かってる部分で、マウンターだとお客さんはこの装置でお金を稼いでご飯食べてるんで、そこでもお客さんの生活預かってる。同じヤマハの製品なんですけど、これまでマウンターとオートバイ、特に電池系の設計ってのは似ても似つかないようなものだったんですね。技術の発展が違うツリーで発展してきたんですけども、違うツリーを重ねることができればまた何か新しいことができるんじゃないかなと。